では呪いを解いていきますね。630ゴールド高いよな本当。しゃなく覚えてたらいいんやけど、630は高いマジで。じゃあ向かいますね。はあ、ルーラー、グランバニア、ネットの宿屋がなんか楽かなと思ってネットの宿屋で、あの、なんて言うんだろう、止まってセーブしました。はい、グランバニア到着。さあ、王位継承じゃ。すごく楽な姿勢でやってますけどね、さっきとなんかマイクの声っていうか音質が違うと思うけど、まあね、見てる人ありがとうね、ほんと私は嬉しいですよ、ほんと。こうやってね、自由に好き勝手やってる実況ですけどね、私が。はい、到着。子供もできたかな、これで。おう、ちょめよ、よくぞやり遂げた。これ大臣が怪しいな。でもこれで晴れて、そなたに王位を譲れるというもんじゃ。大臣、そなたももはや文句はないであろう。文句とは心外ですな。私はただしきたりのことを言っただけで、文句などは。そう、そうであったな。とにかくチョメがこの国の王になるんだな。この国ね。ではこのことを国中に知らせなくてはいけませんな。それに即位室の準備も、即位室式ね。はい。お、大臣悪者じゃないわ。ふうも、反対していた割には大臣も気が早いことだな。大変でございます、大変でございます。な、何事だ。はい、フローラ様が、チョメ様の奥様が赤ちゃんを。早いな。ほんと早いよな、生まれるの。もう1年が経ったのか、約。おっと、チョメ、のんびりしている場合ではないぞ。まあ1年もかからんけどね。子供、あの、いないんですけどね。調べたらなんか1年以内に生まれるらしいですよ。さあ、私が子供ができるのはいつでしょうか。子供っていうか、子供を育てる日が来るのでしょうか。え、今産んでるの。はは、愛してるわ、あなたって。あ、ここで話しかけるか。お静かに、今まさに新しい生命が生まれようとしています。なーに、大丈夫さ。これで私は今まで3人も産んでるんだよ。すごいな、ほんと女性の人って。いや、ほんとにすごいと思うわ。で、どうすればいいのこれ。戻ればいいのこうやって。あ、見てきたよ、王様。そうか、もうすぐ生まれそうか。王子になるか王女になるか、どちらにしろめでたいことだな。え、生まれた、これで。これで行くってことか。これちょも、少しは落ち着いたらどう。あ、これなんか、パパそう思い出した。ちょっと涙が出そう。オープニングだ、これ。ああ、やばいやばい。パパスのことを思ってしまうと、なんか涙が出てくる。みんなに話しかけるんかな、これ。これがオープニングですからね、これ。こうやって歩いた歩数によって変わるんかな、これ。誰かに話しかけるとかあるんかな。静かやけど、あ、歩数だったね。チョメ様、チョメ様、お生まれになりました。坊ちゃん、おめでとうございます。さあ、わしに構わず行ってあげるがよい。行こう。キングスのベッド。キングスよく眠れそうやな、これ。ふかふかやから。はい。私はキングスのぬいぐるみ持ってるけどね。すごくふかふかでいいですよ。あー、二人おる。あんた、私頑張ったわ。これで私もあなたの妻として、あ、なれた。本当にありがとう。あなた、私たちの赤ちゃんよね。赤ちゃんの名前考えなくちゃね。私はあなたに名前をつけてほしいわ。どんな名前がいいかしら。レックスで行こう。タバサ、はい。男の子はレックスで、女の子はタバサ。これで決めていい？はい。レックスとタバサ、この二人が大きくなるまでに平和な時間がやってくるといいわね。疲れたせいか、私なんだか眠くなってきちゃったわ。男の子とかほんと強いからな。強いけど今回は縛りプレイだから使いません。新たな国王チョメ、そして王子、王女誕生の知らせは、その夜のうちに国中に広がった。人々はパパス王の息子チョメが生きていたことを心から喜び。これ逆にさ、
王様にならん方が良かったんじゃない？そっちの方がさ、誘拐もされんでさ、探せたと思うんやけどね。マーサとか石にも並んで済んだと思うしね。裏で活躍するっていうのも大事だと思うんだよね。よくわかんない。一生懸命育てる。バブー、タバサも同じかな。双子、キャッキャ、違った。じゃあ王様のところ行こっか。いやー、めでたい。ほんとすごくめでたいわ。てか私はこんな楽な姿勢で実況していいのでしょうか。さあ、チョメ様はこちらでございます。おお、来たか。チョメ、皆の者よく聞くように。すでに知っている者もおろうが、今世の隣にいるのが仙台パパス王の息子チョメだ。要はこれよりこのチョメに王位を譲ろうと思う。チョメよ、ひざまずくがよい。グランバニアの子として偉大なる王、そしてまた王様がおらんくなるんだよな。しばらく王様がいなくなっちゃうんだよな、この後またなったの映画。グランバニアの新しい国王の誕生じゃ。チョメよ万歳。栄光を、チョメよ万歳。いや、王様、昔王様とかなりたいって思った時代あったけどね、結構大変だからな。この国の人たちのことも考えんやいけんから。なんかすっごい偉そうにこうやってやっとるけどね、仕事を始めるとわかるんだよね。このなんか兵士たち、部下たちがね、言うことを聞いてくれるか、反乱が起こらないか。もうね、ほんと大変だと思うよ。秩序と平和をね、保つの、王様。みんなに慕われてる時はいいけどね、裏切り者とかが出たりとか、そういう人が出てきた時はほんと大変だと思う。まあこれは仕事を始めてみたらわかるかもしれない。まあ仕事と王様は全然違うと思うけどね。皆の者を待たせたな。たった今グランバニアの新しい国王が誕生した。なんていうか、自分のね、思ってる通り命令してるだけじゃ人は動かんからな、本当に。著名を万歳。無視されるからな、本当。この山頂、今日ほど嬉しい日は、陰口もあるからな、本当。でもこの著名はみんなから慕われててすごくいい感じや。その日は国中を挙げて夜遅くまで祝賀の宴が催された。人々はあるいは歌い、あるいは踊り、この日に喜びを分かち合った。しかし、ああ、来たよ。ああ、デモンズタワーに行くんだよな。ここで起きたか。みんな寝てる。なんでチョメだけ起きてんだろう。すやすや。兵士。グガーグガー。ほんと、まあしょうがないよな、みんな。もう宴やったからな。この宴を狙って来やがったか、くそ。で、この子供を隠したのは、ほんと、あれだよな。あっぱれだったよな、ほんと。ちょっと逆にしてみる、今。こんな感じ。いつもとは逆みたいな感じやってる。はい、ここ入ろう。まあ、こういう見方もいいでしょ、たまには。ここ上がろう。この音楽いいんだけどね、すごく。どっちになんだ？逆だから左か。ここにいるんだよね、子供が。フローラがさらわれちゃったよ。お、王様、申し訳ございません。王妃様が、フローラ様が、ママ様にさらわれて、私は二人の赤ちゃんを抱いて身を隠すのが精一杯で、王妃様までは。いや、本当にありがとう。このメイドさん、本当に感謝する。よくやった。坊ちゃん、いえ、ちょめよ。もう子供までさらわれたら大変やからな。はい。ちょっと警備をしっかりしてほしい。いえ、同じにさせてなるものですか。20年前もマーサがさらわれたみたいやね。すると、城の者たちが眠りこけた頃、怪物どもがやってきたと申すのだな。はい、でもフローラ様はいち早く邪気な気配を感じられ、私に赤ちゃんを連れて隠れるようにと。すごいな、フローラ。
誰も気づかぬほど眠りこけていたとは妙ですね。何者から酒の、やっぱスパイがおるんやな。ガンダタもおったしな、ガンダタか。やっぱ大臣か、おい。大臣やったか。いや、なんかやっぱ大臣怪しいなって思っとったからな。ちょめよ、心中お察し申す。まあ、やったことあるんだけど忘れてたわ、ほんと。とにかく一刻も早くお医者様を探しに行くのじゃ。では行け。乗っ取ろうとはしとったか。ちょめが帰ってきたからクソって感じか。いや、早めに帰ってきてよかったな、ほんと。もしかしたら大臣に乗っ取られとるところやったからな。自分もわかんないよ、これ。ぼっちゃん、ちょめよ。王妃様はきっと見つかります。見つかりますとも。どうすればよかったっけ、この後。空飛ぶ口で行くんやったっけ、デモンズタワー。ぼっちゃん、まさかフローラ様をお探しに行かれるおつもりでは。それはなりません。お気持ちはわかりますが、ここは兵士たちに任せて。生まれたばかりのお子様もいるのです。どうかどうか。なんだこれは。これはパパ様が求められた天空の剣。どういうことでしょうか。この剣で、いや、この剣が城を守るというのでしょうか。ともかくこの剣は大事にお預かりしておきます。どうか坊ちゃん、いや、ちょめよ、無茶をなさりませんよ。あれ、預けたっけ。まあ行こう。ちょっと出口に出てみるわ。じゃあね、今日の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回デモンズタワーやります。ありがとう。